皆さんおはようございます。今日はですね、奈良県の飛鳥村に来ております。飛鳥村に来ておりますよ。皆さん、今日も飛鳥時代を感じてもらえたらいいと思います。これがまたこの、これを何と言うんですか、このね、建物自体がもうなんかもう古い時代の建物という感じがしますね。建物を見ただけでね。この建物も渋いですね。かなり渋いですね。この建物も渋いですね。渋い建物です。こちらさんはお寺ですね。お寺です。こちらも、こちらは岡本寺というところですね。こちらの道の歩道の右側にあるガードレールなんですけど、普通は白く塗られた鉄で作られたガードレールだと思うんですけども、こちらの、これは
木で作られてきるんですよね。木でこうずっとこう作られてきます。アスカという感じがしますね。木で作られたガードレールなんてみんな初めてですね。こちらも渋い建物ですね。